どうしたママ、どうした？ハイボール作っていい？あ、もうちょっとやりたい。始める？うん、いいよいいよ。な、そうしよう、うん、ちょっと俺もあの上着着るわ。寒いよな。めっちゃ寒くなってきてんよ。めっちゃ寒いよ、ほんまに。俺は寒いで。やりましょう、じゃあ。はい。ちょっと。お、信州の匂いがするわ。やっぱり寒いな、長野。今日が寒いか。おい、できたで。あ、ほら、できた。私、運転せなあかんから飲まない。どういうこと？温泉行きたい言うてるから。あ、温泉行くの？うん、温泉。あ、みんな温泉行くの言うて。え、なんかもう、5分ぐらいで作るらしいから。あ、あったあった、見たよ、俺来るとき。そうやろ、白川湖とかやな。そう、白川湖が見える温泉行くから。私、飲まない。はい、できたよ、ハイボール。ロンリーボーイ、俺。ロンリーボーイで楽しいやろ。俺、でも先週ソロキャン行ったばっかりな。濃い。入れすぎた。入れすぎた。ちょっと入れすぎじゃない？うま？でも、え、違う、アルコールだってこれ 40% やで。めっちゃ濃いんやけど。ほんなら もうちょい少なくせなあかんかった。うん、多分すんごいウイスキーの味する。まあ、あの、薄めながら。ウイスキー？バーボン？ウイスキー？バーボン。あ、濃いね。濃いか。パパさん、またベロベロになるか。ベロベロになってもう俺、また千鳥になってもらう。シンプルに臭い言うて。それはもう毎日や。それ毎日。めっちゃ濃いで、ほんまに。あ、そう。うん、これひどく酔っ払う時の濃さやで。うん、まあ、それ飲んでな。楽しみとて。何を楽しむ？あの、エモい映像撮って。あ、エモ映像とか。エモ映像撮ってな。エモいキャンプ映像。あ、そう。うん。行くんか。だってもう6時に帰ってこなあかんからさ。うん。じゃあまあまあ。もう行くわ。楽しむわ。あの、晩ご飯帰ってきたらできてる状態で。できてるか、アホ。めちゃくちゃ言うな。あの、海苔巻いてな。いや、で、何にもできてないよ。この状況、全く変わってないから、帰ってきたら。時間が経っただけっていう。もったいないやん。時間が経ってるのに、うん、あの、物事が全く複雑になってないから。ああ、あれ、私たち風呂入ってきたよねって。どんなんやねん。来た時、出て行った時と帰ってきた時、何も変わってないから。あかんやん。まあ、時間ってのはね、そうやってエントロピーの増大で、あの、上だけ閉めとってな。開けたまま走行してもらう。ああ、ほんまやな、閉めますね。
呂、お風呂セットをなんかデニムでできた。ハルタでも一人で入れる。お風呂セットを取り出しの閉めます。いらっしゃい。じゃじゃーん。濃いな、やっぱり。うん、ね、美味しい。はあ、うん。暇やな。おかえり。どうやった温泉。どんなもんストップか言うてな。うん、入ってん。震えてるやん、めっちゃ。あるっちゅうやん。ストップ。
あんまり入れたらな。うん、マジで俺ウイスキー飲んでんのかな、もう多分。いや、めっちゃ良かったで、温泉。温泉良かった。ほんでな、売店がすごい充実しててな。だからこんな、なんか夜明け好転なと思って。じゃあもう、このな、豆腐、うん、最後の一個やったし、わさびも最後の一個やった。好きやな、最後の一個。そう。最後の一個とか言って、どうせ、裏行ったらあるんでしょってならへん。いや、これあれやねん、出来たてやねん。へえー、すげえ。だから、もう終わりやったわ。後の人が、あれって、白いのない。とふって言ってた。ごま豆腐、あとごま豆腐とない、はいはい、しかなかったや。スタンダード。じゃあ。冷たいつもな、いろんなビール飲めていいの。そう、てっちゃんとな、キータンがくれんね。優しい二人が。じゃあ、お疲れ。お疲れ、バッチに乾杯。我慢したわ。やっと飲める。いや、風呂我慢せよ。あ、うまっ。うん。あ、うまいわ。なんか、ほんまに寒い。今年のキャンプで初ぐらい寒い。あれ、こんな寒かったのにな。寒かったよな。やっぱ長野寒いんですよ。何これ、入れようとした？もう入れようとして、持ってきててんけど。入れてはない。あ、入れてはない。なんかここピンクのなんなん？ん？何？これ。何これ？ダブル汚れみたいになってんだけど。これタバーの針についたんだから。マジ？ちょっと豆腐食べてみたいな。の食べる？食べる。もうちょっと食べようや。食べてみよう。うん、いいやいいや、食べよう食べよう。醤油醤油とわさびで食べようや。いいね。醤油は普通の醤油。かき出し？かき出し。いいね。かき出し醤油ってこれ栄養か。栄養。ここ。はい、お待たせ。あ、ありがとう。これ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 。そう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 。かき出し醤油な。絶対うまいやろ。このポロポロ。すんごい量やけど食べれる？うーん、よー、贅沢。これこれ、なんかやだ。うまい。うますぎんねんけど。いただきます。豆腐にはうるさいで。わしわさび全然乗ってない。わさび全然乗ってなかった。味が、あれ、味が、豆腐取りすぎた。うまっ、やばい、うまい。うまいけど寒い。冷たい冷たいやもんな。冷たい冷たい冷たい。湯豆腐で食べたかったな。あ、いやいいやんこれ。なあ。寒い。胃の中まで寒かった。めっちゃうまい。でもわさびうま。さすが長野ですわ。あ、さすがですわ。うん。ちょっと寒いな。うん。うん。焚き火せえへんの？焚き火先はしててん。え、してたん？ちょっとしてん。うん、寒いから暖かかった。うん、もう鎮火した。鎮火した。日本しか入れてないから夜できへんから。うん、巻きもう7時で閉まるからさ。うん、うん、買ってきた。うん、買ってきてないで。ああ、びっくりした。わさびうまっ。わさびうまいな。やばいなこれ。シャキシャキやねん。やばい、これうまい。うわ、最高やんか。うん、正解やったわ。あとこの寒さ対策やね。
舐めとったな、だから俺だって一瞬半袖やったもん。まだちょっと早いかもしれへんけど、灯していく？うん、灯火。うん、そうだね。うん、ちょっと待って、ちょっと待って、はい。もうこれこのままお皿としていただけるやつ。そうです。ロップレートの出番。ロップレートはね、あの出したの後であれ焼くときにニラを切る、切るから。あ、まだやんの？明日でいや、俺も明日でええんちゃうから。ええか、もう豆腐もあるから。豆腐とこれいただいて、うん、スモークタンも食べる。あ、ええやん、ええやん。で、明日のおにぎり作りました。あ、まあ、走る。5時に起きてな。起きれるか、5時。5時起きたらもう早寝ような。早寝よう。早寝て5時起きよう。絶対朝綺麗で。絶対綺麗やな。ああ、知らんけど綺麗やな。絶対幻想的やと思うよ。まあ、ごめん、一番頑張らなあかん映像やで。一番頑張る、一番頑張らなあかんとこで頑張られへんタイプやな、俺。知ってる。頑張らんでええとこで頑張るタイプやな。知ってる。なんで知ってんの？思ってたもん。思ってたんかい。思っとったんかい、言うてくれ。え、次だよ。あー、あっつ。あっつあっつ。早かった。もう猫舌やし、うん、上唇に当たった。早かった。早すぎるやろ。ちょっと、でもしかも皮のとこに。俺皮嫌いやね、ほんで。え、美味しいのに。嫌いな人いるやん。大好きやね。ハルタも大好きやね。皮大嫌いです。ちょっと身のとこ待ってな。うん、ああ、やっぱまだちょっとあれ。うん、皮は食べれるよ。皮食べ、食べり、食べりも。食べて。ん、乾杯。酒が進むわ。やばない。漬物取りにくいじゃん。
今日ビール一杯目。ちょっと入れたのか。うん。早く。今日は今日ビール一本目。まだ？どうや。いつも何杯？三四本いっとんじゃん。ラーチャー。あまりにも寒すぎてさ。飲めないのよビール。うまいなぁ。うまいっす。家族で、キャンプで、ビールは、うまいなぁ。あたつ。豆腐めっちゃ、これ食べれるかな思ったけど、なくなりそうやな。うん。うまいもん。めっちゃうまいな。うまいから。かけ出し醤油って薄いな。ちゃうねん。これが、醤油入ってんの？水分多すぎね。あ、そう。めっちゃ溜まってても薄いもん。めっちゃかけてもめっちゃかけても薄いよ。どんどん薄なんなもん。見える見える。どうちゃん。見える？ほらほら。遠いな。あれ白樺湖まで10分ぐらいかかったもんな。うん。ヨガリコやヨガリコこっちは売り物だでもふーちゃんにさ、カフェの場所あの豆とないのか豆となんだっけ、あのカフェ豆と、うん、ちょっと待ってな
ママの涙みたいな。そうやったんだ。コツコツ豆と器。コツコツ豆と器の近く。小布施。小布施。長い長野県の小布施。あ、それはわかる。ママさんもコーヒーも飲むやろ。飲む。オッケー。よっしゃ。な、いりごまと塩昆布とネギもいるな。あ、ネギな。かつお節と、うん、これ子供がな。あ、まあ、包む用の海苔で。子供食べたいやな。で、ごま油。ネギな。これでおさらい。で、オッケー。初めての共同作業。初めて。20年目にして初めて。いやもう21年目か。結婚して？うん。21年。1年目や。っていうことは俺が今42よ、うん。人生の半分は一緒になるってこと？やばいやん。生涯の伴侶でーすって言わなかった。やばいな。うわ、かわいい、鳥。あ、ほんまや。鳥めっちゃ飛んでるよな。なあ、かわいい。かわいい。おいでおいで。マリオが。何あれ、何鳥？あれは、低い鳥。何？あの、怖い鳥や、低い鳥。怖い鳥には見えんねんけど。低い鳥。凶暴な鳥や。凶暴な。うん、低い鳥が凶暴やな。あ、スプーンある？え？スプーン。スプーン。ご飯がちゃんと出へん。スプーンな。うん、すいません。ザコスキーです、すいません。あ、コップは？コップ、ここ？あ、コップ飾っとるで。え？棚に飾ってるで。あ、そうなの？
一個のお皿でいけるかな。一個のお皿でいけるわ。全部いっちゃう。二個使おうとしたけど。何パフォーよ、これそれ弱火でジクジク言ってくれてる。弱火やと思ってんけど強火なんこれ。分からん、もっと弱火、とろとろ火で。くしゃん、それな、強火あかんねん。今ので強火なんや。分からんけど、なんか強そうには見えたよな。あ、そう。この子に対してもっと優しくしてあげてほしい。たまには厳しくもええけど。あ、元ちゃんの、それは。あ、俺の大好きなやんちゃまケンタイの。ハルタが上手いの、俺アーミアンですけど。パラコードでな、うん、すごいよな、パラコードって無限の可能性。あ。ハルタ、ネギ嫌いな、忘れた。気づかんか。大丈夫やろ、それぐらい。おにぎりにしたら気づかんか。もうふんだんに入れちゃう。もうふんだんに入れちゃう。で、お好みでごま油。この前ごま油が多すぎてちょっと崩れやすかったんよ。そういうこと。おにぎり自体が。そんなにいっちゃう。どう、いけそう。どうかな、具材の割合が少ないかな。どう思う。いや、結構味濃くなるからな。かつお節は、かつお節は1パック丸々入れて、それだけでいいの？どう？ちょっと一回食べてみてくれ。基本的にのあれが少なそうなところ、はい。味どう？あ、美味しい。しっかりしてる？うん。今回結局美味しかった。ほら、味が答えやん。うまいな。うまい。うま。これ足りる？もうちょっと濃い方がいい？大丈夫？いやいや、あのご飯が子供ら味、あ、味は大丈夫。大丈夫、ちょっとこれでこう。うわ、うまっ。これやっぱうまいわ。完成。はい。一人だけにこう。です。うわ、すごいこれ。いただきます。うまいわ。うまい。なんこれ。足りてん。お前。お湯足りてん。これ。もしかして。すごい。濃いです。うわ、濃い。ああ。だからやっぱ信州味噌は効いとる、うん、味噌汁濃ゆくない、大丈夫。うん、まめっちゃうまいやけど。あ、これも濃ゆ、もう味噌効いてるから信州の。あかんやん、今分かってるから、もうちょい待って、うん、うまっ。漬物いらん。いや、もうなんかごちそうさまでした。ハータ君がお気に入りな。おいしい。
まい。暑い、やばい。あんな寒かったのに。暑い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 やろ。だってもう半袖やで。これ使っていい。あ、いいの。ありがとう。私これある。え、なんかそっちの方がいいねんけど。こっちぶら下げたままこうやって。でもこっちはな、冷たい風来るの。すごい。めっちゃ涼しいこれ。いやろ。あ、いけそう。風速もあの3段階、4段階、3段階。めっちゃ涼しい。あ、すごいすごい。これ持っとったらいつでも暑かったらこうやって。 OK、 これで頑張れるわ。いいやろ。やります、やります。やろう、頑張ろう。続き頑張ろう。はい、終わりましたね、片付け。やっとかったな。長野遠征1日目終了。早かった。いや、どうでした、パパさんの念願のホワイトバーチキャンプフィールド来てみましたけど、なんか、うん、めっちゃ高規格やん、うん、水地場綺麗で、そうそうそう、お湯出るし、うん、でトイレもめっちゃ綺麗やんか。土足禁止やもんな。土足禁止やね、うん、サイトもほんまな、ゴミも全然落ちてないし。確かに綺麗にしっかり、うん、しっかりされたキャンプ場、うん、整備がね。だから全体的にはめちゃくちゃいいと思う、うん、スタッフさんの対応もめっちゃ良かったし、めっちゃいい、めっちゃいい。もうその文句つけどころがないぐらいいいけど、うん、好みではなかったかな。めっちゃいいキャンプ場やねんけど好みではない。おー、ってことは私また来たいですね。あ、もうそう、やっぱ合わへんな。どうしても、ほんまに奥琵琶湖みたいなって。でもロケーションめっちゃいいね、うん、めっちゃいい、うん、こっちだからバックに晴れたら。ただでも区画サイトもフリーサイトも予約やけど先着順やか、うん、で今もうめっちゃ並んでもんな、うん、11時やんな、アーリーチェックで11時でもな、9時ぐらいからめっちゃ並んでんの。言ったらもうだからほんま繁忙期のむつや崎。むつや崎、ほんまにあのいいサイトを選びたい人は早く来て、うん、やんな。だそういう意味も含めてあんまり好きではない。もう嫌やね、奈良分とかで並ぶんな。この場所通りでさ、もう森側に張ろうと思ったら多分早起こなあかんやろし、うん、ちょっと何番か忘れたけど一番端っすわ、17とかやったかな。17です。あっちが18やった、うん、サイト的には良かった。でもゆるいテーパーやから前に張れたらいいやろうけど、前に張るとな、うん、奥がこのスペースでするっていう。そやな。まあまあまあ、でもいいキャンプ場でしたね。いいキャンプ場でした、はい。あれ温泉も近いな。一番近いとこが一番高い。でもデイリーが6時までやな。それ以降のデイリーは禁止やから、うん、それまでに戻ってこなあかんし。そうそうそう、そういうのもちょっと大変ですね。あ、いいキャンプ場でした、はい、ナイスキャンプでした。ちょっと長野遠征1日目終了です。はい、で2日目はちょっと宿なんで、うん、行きましょう。子供待ってるから、はい、次回はね、お宿動画になりますが、たまにはね、たまにはね、うん、次回はあのお宿動画でお会いしましょう。はい、バイティアチャンネルでした。バイ、セギュー。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。撤収終了。